どうもゴピーです。さあ今回は新ダンジョン奥長チャレンジ制限時間25分やっていきたいと思います。さあというわけで新ダンジョン来ましたね。はい、未知の新生の新フロアです。で称号チャレンジがね今回も先行してきてるんで、まあ、まずはねこっちからねクリア目指してねやっていきたいと思います。さあというわけでね、まあ、今回ご覧のような編成で行くんですけどね、ちょっとねもう挑む前からこのダンジョンについて言いたいことがね山ほどあるんですけど、あえてここでは言わないでおきましょう。はい、まあやっぱね行ってみないと分かんないんでね、こういうのは。まあ行ってからいろいろとねああだこうだ言いたいと思いますわ。でまずはねダンジョンの情報ですよ。今回も制限時間25分めちゃくちゃむずいです。むずいじゃない短いです。はい、まあだからさ制限時間25分相変わらず短いんだけど、なんかさ大方の予想だとさ結構今回のダンジョンめちゃくちゃむずいんじゃないかみたいなね言われてましたけど、まあ制限時間25分だから多分そんなねアホみたいに難しくはないと思うんですよね。うん、で今回のダンジョンのね特殊ルール、超重力が100分の1か。じゃあ前回よりかは優しいね。ただその代わりねこのダンジョンね超高度もあるんですよ。これで回復力が1/4、これは結構重たいね。うん、で制限時間1500秒、25分です。まあというわけで今回ねこの編成、まあご覧のようにノーチラスです。はい、でやっぱねこのノーチラスのね強みというのがねやっぱ特にこっちなんですけども、こっちがねそうリーダースキルがね激減あってさらに回復4倍あるんですよ。うん、まあ、だからね耐久力めちゃくちゃ高い。でしかもこのパーティーね火力も結構高いんで、まあ超重力にも対応できるんじゃないかなというわけで、でさらに言うとさなんかねそろそろ割合とか飛んでくんじゃねえのかみたいな言われてるんで、そう前回だったらさもうウルトラがめちゃくちゃもうね最適性で簡単にねクリアできちゃったんだけど、今回多分それ潰してくる気がするんですよね。まあ割合飛んでくるんじゃないかなというわけで、まあ今回このやっぱ激減持ちですよ。まあプラスね回復4倍なんで、でさらに言うとさ未知の新生って毎回ね毎度恒例のマイクロムーブあるじゃないですか。まあだから相方にこの普通のノーチラスを持ってくることによってその対策もしていくというわけでございますよ。まあとりあえずねちょっとこの編成で行ってみようと思います。うん、もう行くまでね分かんないんでね、とりあえず行きましょう。はい、いやでもやっぱ新ダンジョンワクワクするよなマジで。わ背景クソかっこいいわ。さあというわけで酸素濃度が低下しております。うん、もうなんかさ酸素濃度低下ってさ普通さ標高がねやっぱ高い場所だったらそうなんだけどさ、重力って逆に標高高ければ弱まるはずじゃないですかね。ただこのダンジョンはもうどっちも強いというわけで、かなり地獄みたいな星ですね。もうそんな星にね迷い込むこと自体がもうそもそも間違えてます。さあというわけでねそんなしょうもない話をしていたらなんかいろいろ飛んできたんで、ちょっと待ってバインド、あまあいいわ。いやーちょっと良くないけどまあまあいいわいいわ。で今何されたの、遅延が4ターン多分飛んできたよね。で威嚇が通るとで吸収があってバインドがあってあと何食らった、やべえ全然見てなかった。まあまあいいわ、後で確認しよう。とりあえずちょっとここはスキル貯めないといけないんで、いやーちょっとこの雪の下ね、ちょっとこれ早めに変身させたかったんやけど、オッケーオッケーオッケー。そう今回さこのね雪の下もうこれ副属性変更をつけてね、まあかろうじて木属性ではありますけどもね、なぜこいつを採用したかって言いますと、まあ覚醒がねまずすごい優秀なんですよ。であとねこの人ねスキルがねマジで強くて軽減ループなんだけど、それプラスアルファで回復と操作時間の延長があるんですよ。それがすごいいいなと思ってね。でさらにねスキルターンも短いんでね、まあ虚無とか食らってもねすぐにスキルが返ってくるというわけで、まあそういうのをねもろもろちょっとね加味した結果、もう俺はこいつを採用するに至ったと、まあそういうわけでございますわ。だからここパーティー使って、ごめんちょっとスキル使う順番間違えたね。 OK です。さあちょっと俺さっき無効貫通組んだんだけどなんか耐えてきたね、結構硬そうよ。まあ超重力今回100分の1で前回200だったでしょ。まあだからちょっとね敵、うわこれ敵硬いのかな今回。まあいいわ。まあただねとりあえずああれか現象か、攻撃現象だ、リラフレの現象が来てたのね。なるほど、え、また吸収じゃん。回復還元。なあ、大丈夫よ、それは。それは大丈夫よ。OK。ちょっと待ってよ。吸収でしょ、吸収だから、ちょっとあのやから絶対倒さんといけねえな。ちょっとパティの吸収が終わっちゃうんで。
まあ今回はね、ノーチラスとこのゼラのねスキルをね、まあ交互に使っていくと、まあそんな感じの編成ですわ。さあ結構痛い先生もらいました。操作負荷、なんか雲飛んできそう。あー割合か、なるほど。その割合が何パーかによって結構話変わってくんだけど、どうでしょうか。もうこれ雪の下使っていいよね。使うよ。ちょっとね時間ないからあんまね、もうベラ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 喋りながらやりませんよとか言っときながらめっちゃ喋ってるけど、まあやっぱ新ダンジョンね、ちょっとやっぱワクワクしちゃうからさ。そしてこの謎の BGM、 なんでこんな楽しそうなの。地獄みたいな星に来てんのに、なんでこんなさ BGM がウキウキなねこれどういうこと。これめっちゃ BGM 愉快じゃん。いや夏フィレム、あれトゲきました。なんかまあまあそれは大丈夫だ。夏こいつ、クソ夏いキャラ出すやん。ちょっと待って、トゲきたんで、いやー今回のトゲはちょっと話変わってくるから、ちょっと待ってよ。あんまこれちょっと積極的に消さない方がいい。ちょっと一旦トゲ処理、一旦トゲ処理しよう。やっぱトゲ来るか、これきついね。超高度かけるトゲだぜ。なんか割合結構飛んでくるじゃんやっぱり。いやこれやっぱさウルトナ結構潰しにかかってないこれ。やばいな。もうだってそうじゃん、だってクエストダンジョンとかでもさ最近めっちゃ割合やってくるじゃん。もう早くもねロイの地、ウルデイの時代は終わりました。皆さんやっぱこれからはねノーチラスですよ、これからの時代は。なやっぱノーチラスが強いわけ。割合、その割合何パーセントですか。あやばいわそれ、うん、それはやばいけど、ただ大丈夫だった。いや遅延結構飛んでくる。いやもうこのさノーチラスをねリダチェンにするかね、遅延振るかでさ俺めっちゃ迷ってんの。今んとこまだリダチェン来てないよね。もしこれ来ないんであればさちょっと遅延つけたいよねマジで。ちょっとさこんな感じで花火とかもねやっぱ飛んでくるからさ、今結構危なかったな。そう飛んでくるからさやっぱちょっとね、まあ、その辺の対策積みたいよなとは思ったんだ、俺も思ったんだ。うんめっちゃ変換してくるやんこいつ。これいや待てよ、ちょっとこいつがさその何協調で言うところのバルキリーポジションなんだとしたら、多分次あれが来る、虚無、虚無じゃねえ、あのマイクロ、マイクロだから、まあえて俺ここでは雪の下使わないよ。あっちょっと間に合わなかった。あまあまあいいや。うわこいつ怖い、こいつ短期にも程があるだろマジで。もういいわ、ここ陣使って倒すわ。なるほどね、その状態上向こうが切れるタイミングで発狂してくんのね。まあいい、もうここで倒すもんね。では俺の予想、ここでマイクロが来ます。はい来ません。うんこいつ捨てゼリフ喋らない系だと。さあ5回です。なこじゃあんなもうトゲ、トゲめっちゃ苦しいな。もう邪魔積んでねえし。いや俺の予想だとさ、もうこれ使うか、これ使っていいわ。いや俺の予想だとね、あれ何を言うとしたんだっけ、もう忘れてたわ。あそう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 、毒目覚めとか来るかなと思ったんだよね。超高度でやっぱ回復力下げられてるから毒結構辛いじゃん。そういうことやっていくんじゃねえかなみたいな。え、これ耐えてんの？は？耐えてる？あ、そこで来んのかい。じゃあ教えろ、そうやって。一パー超根性怪しいぞ、これ。その一パー超根性俺は、やばいものとして扱う。アシスト無効か。まあ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 。いや、ただ、お前なんだそれ。お前ずるいな、それ、普通に。やべ、これどうしよう。ちょっとさこれまずいな、これ普通にまずいな。これさ調子に乗ってさキドロップいっぱい消すとまずいから、ちょっと待ってよ。ここはマジか。いやこれさやっぱノーチラスリダチェン、
ああもうそういう系ね。なるほど、もういいわ。ああもう知らんわ。もうい、やー雲ねえわ。めっちゃ喋るやんこいつ。ちょっとノーチラスはあと2ターン、マジ待てよ。陽気なリズム奏で上がって、ちょっとこれはなんかもっといい組み方ないかな。こうだ。これでアシスト向こう回復しつつもやっていこう。ちょっと待って、これ欠損してない？大丈夫？ちょばい、なんかキー作って、なんかもう欠損してし、あーしてなかった。あー怖い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 、危ねえ危ねえ。よし、いやなんとか何度か首の皮つながったぞ。これが木ね。ちょっとあんま、ゆっくりしてる時間ないんだけど、わかるけどね。ちょっとやっぱ初見だからさ、じっくり行かせてくれや。よし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 、立て直せ、こっから。いや、痛い、くそ痛い。ああ、もうくそ強すぎ、うち、歳や。やばい、これ多分戻ってきたよね。やばいな、ちょっと時間だいぶかかってる気がする。この前の回でね、結構道臭くってた。マジで。で、こいつがクソかて。さあ、半分削った。操作激減？もうやりたい放題やってくるね、このダンジョン。ちょっと待って。ちょっと操作激減はやばいわ。ちょっとこれ待たんといけんね。せっか次溜まるね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと時間が結構やばいから、ちょっと急がんといけんよ。こいつ普通やな。でね、さっきやと前の回、なんか、ナコじゃねえや。あいつなんだっけ、タヌキみたいなやつ。あいつめっちゃ HP 少なかったじゃん。もう一体ね、なんか知らな気が出てきたんだけど、やつはね、普通に結構硬かったからね、そこで、同じくね、アシスト向こうやってきたんだけど、まあなんとか、それが終わるまで耐久したんで。いや、でもアシスト向こうと54セットがね、マジできついわ、普通に。であとなんか全体的に敵硬いよマジで。いやこのソニアもクソらついな。さあジンやってきました。そう今んとこね、リダチェンがないんだよ。リダチェンもうだから俺もうノーチラスリダチェンやめたわ。もう普通にね遅延にしましたわ。こうでもせんとねやっぱやってられんよ俺は。マジで今もねもうこんな感じで結構カオスなことになってるんで、ちょっと待ってよ、ここは間に合うな。一旦これは。一旦適当に相手過ごしてな。ちょっとさ、この辺がさ、ワンパンできないと結構困るぜ、マジで。はい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 。もうそういうことやってくるよね、こいつ、マジで。あれ？あ、大丈夫か。ちょっと最近さ、この回復を作らないタイプのルーレット、結構使ってきたからさ、あれこいつワンチャン作らないんじゃねみたいな思ったけど、こいつは作るんだね。お前は作ってくれるんだよな。いや回復力バカ低いねマジで。いや耐えてくんのそれ。何この脳筋キャラ、もうお前それしかしねえじゃん。うわーちょっと待って、これさ無効貫通追いつく、追いつくだけのパズル力が俺にあると思ってんのかよ。ちょっと待って、ちょっとなんかこの次のターン怪しそうだから、うーわこれ間に合わんわ。お前発狂やめて、お前発狂はやめろよマジで。お前おもんねえぞそれ、やめて。あーまあ吸収ならいいや、よしねえ。なんか割合攻撃マジで多いでしょ。いや絶対これ対策してるって。ウルフレイトな対策しとるわ。まあ、ウルフレイトな対策してくれる分にはね別に構わねえけどさ、もうこれさ、言ってしまえばね、もうロイの血もダメだからね。かなりきついぜ、ほんまに。さあ、ちょっとね、時間がね、もうあと10分なんですよね。もうこれ多分ね、俺もうわかる。長年の勘でわかる。もうこれ絶対間に合わねえだろ、おい。間に合わないし、ジンクソ多いし、もうちょっと待って、もうこれね、もうめんどくさいから。いや、待って、ここはめんどくさがるな。いや、きつっ。
おい、これ時間間に合う気がしねえんだが、俺マジで。ねえ。ちょっとさ、こいつさ、水属性だからさすがにワンパンしてくれよ、マジで。頼むぞ。お前、それって。よし、よし。もうお前、絶対殺す。もうこいつマジで許さん、ほんまに。ああ、もう久々だな、こんな切れたの。マジで。こいつだけはもうほんま目の敵にしてやんないとな。なんかこのダンジョンの特徴だいぶつかめてきたね。やっぱ割合対策必須だね、マジで。割合やばいわ、ほんま。てか今もちょっと危なかったな。あとなんか火属性多くない？なんか気持ち。気持ちなんか火属性多い気がするんだけど、気のせいかな。割合多いし、ね、花火多いし、やっぱもう最近のね、環境にこうなんかね、適応してきてるなっていう、そういう印象ですわ。すごいでしょ。俺もう裏ではクソ負けてさ、もう結構精神的に、参っちゃってんだけどね。もう冷静にダンジョンを分析できるだけの、やっぱり、精神力というかそういうのはまだ残ってる。なんだよ。なに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 、めっちゃ割合やってくるやん。てか、お前2ターンコールのやつだったんかい。ちょっとそれうざいな。どうしよう。もうこれパッティ使っていいか。もうちょっと時間ないしね。なんかあんまこんなところでさ、パズルどうしようかとか考えたくないのね。で、あと、ちょっとごめんなさいね。パーティーね、結構いじくったんで、まあちょっとその詳細については、ね、PDC の画像でも見てください。結構変わったよ。なんか結構クラゲ出てくるじゃん。は？意味が分からん。なんか悪いことした俺、今。なんか敵変わったし、まあいいわ。おい、そしてみんな見てくれ、このパーティー。もうわかる？これがね、多分答えだと思うんだ、俺にとって。な？これが答えだと思う、俺は。もうこういうことでしょ？もうアホみたいにジンも来るし、ルーレットも来るし、なんかもう、なあ、回復もめっちゃ大事だし、でもうさ、もうそうなったらさ、もういけるパーティーなんてこれしかないでしょ？ね？わかります？もう結局ね、GS ノーチラスが最強なわけ。もうロボなんかいらない。ロボの方のノーチラスいりません。もうこいつで十分です。何？ああ、12コンボ級者、お前そんなんで、お前俺を潰せると思ったか？バカ野郎。はい、じゃあ倒します。もうてかさっきのさ、バルディターン何だった？発狂は。発狂じゃねえのか、あいつにとってはむしろ。なんなんだ、あいつほんまに。ふざけやがって。まあ、ただその代わりね、このパーティーは、自力追い打ちが必要なんでね。まあ、ちょっとそこのパズルは気をつけないといけませんけどもね。まあ、ただね、このパーティー、もういいでしょう。もう昔のラフィーネみたいな感じだよ。ルーレットからひたすら色を拾えまくると。ね。そういうパーティーです。全ロック。もうね、あんたね、甘い。ネイちゃん。ネイちゃん、あんた甘いよ。このね、アムリニアがマジで強いわけよ。な。こいつね、マジクソ強いから。みんなこいつの活躍に注目しといてな。もう今みたいな、もうロックとかね、マジで効かないから、ほんまに。さあ、ただ、火属性なのがやばいな、こいつは。まあまあまあ、オッケー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 。もう一発殴ればいけるな。なんかさっきからさ、もうあたおかなやつばっかりでね、ちょっとほんまに疲れる。マジで。やってて疲れるダンジョンだね。さあ、ただね、ちょっとそんなことをね、のんきに話してる時間はないんです。ね、もう俺さ、マジで文句言っていい？さ、この難易度をさ、25分でやるって俺無理だと思うんだけど。ね、俺もさ、これ見て、もうあとさ、10分切ってんのね。もう10分切ってんのよ。俺からするとこれ結構順調なんだけどね、もう10分切ってんのよ。意味わからんでしょ、ほんまに。それがこのダンジョンです。我々はこのダンジョンに勝たないといけない。な、わかるかい。さあ、なんか全ロック目覚めなんかやってくるらしいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、
もう言うてさ、あのね、忘れちゃいけないのが、あの俺ルーレットパズル死ぬほど下手くそなんですよ。ね、回復みたいよ。やーべ、まあまあいいや、パティいるから大丈夫。あー、やっぱ全6名様いね。オッケーオッケーオッケー。まあパティいるんで大丈夫です。まだまだこの程度どうにかなる。ただ時間は全然どうにかなっていません。もうそれはね、本当にマジでもうこれ許せん、ほんまに。さあ吸収きました。ちょっと待って、こいつさ、後半、あのちょっとこいつ後半やばいんですけどね。ちょっと待って、こいつさ後半やばくない？これ大丈夫？これさ後半火だからさやばいっしょこれね。えいや、ちょっとこれ倒しきれんかったらこれ地獄なんだけど、これパティの吸収中にさ、やべえ、地獄地獄地獄。ちょ、そんなことは避けないとマジで。ちょっとこ、あ待って、追い打ち食わんといけねえわ、やべえ。うわ、キーもう一斉とく見て。ちょっと待って、これは欲張っていい？ちょっとこれは欲張ります。はい、これは欲張りマウンテン。まあ多分どうせワンパンできねえんだよな、このクラスの敵になってくると。できました、もう完璧完璧やこのパーティー。さあ13回。お、これボス前じゃねこれ。うわ出た、こいつ味方になると全然強くねえやつだ。やっぱ割合多いんだよね、消せないの。オッケー、マジでね本当に割合が多い。待ってよ、ちょっとこれアブニリア使おうか。うわー、なんかルーレットの位置やらしいなお前。さあただちょっとこいつはさ水属性だからさすがにワンパンしたいぜ俺。いや、さっきのメリリスワンパンできるんだったら。ちょっと待ってよ、あ、まだ追い打ち組めてないよ。 OK、 ちょっとキーセット怪しいけどね。そう、泥鏡がねやっぱり結構積んであるからね、泥鏡の数によってもね火力かなり変わってくるよ。ただここはさすがに、え、それ3パー入ってない。さあ、入ってない、入ってない、入ってない。これは入ってない、入ってないです。オッケー。あっぷね。お前、やめてくれや、ほんまにな。くっそ。ちょっと待ってよ。オッケー。もうこれでいい、もうこれでいい。もうこんな下手くそコンボでいい。これ、ボスじゃない？え？あ、なるほどね。捨て台詞喋る系か。さあ、ボス来ました。お前、二度目のマイクロはやめて。あ、よかった。ルーレット切れたんで、これ使って。こいつはどうしたらいいの？これ3体以内倒せばいいってこと？これ。ちょ、わかんない。なんでさ、なんで考える時間をくれないんだ、マジで。よし、まあでもいい。多分正直、いやこれもうなんなら動画一つにまとめてしまいたいけど、また分割っていうパターンになるかこれ。ただそんなことはさ、あ、ちょっと向こうか、あ、落ち着け、大丈夫、まだ大丈夫、まだ時間はある。いや時間はない。だあとこいつが発狂してくるかもしれないから、ちょっと待って、やばいよ。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け、ゴッピー大丈夫だ、お前ならやれる、こんな敵倒せる、こんなクソザコブロッコリーが。何やこの焦らせてくる BGM は。おい、絶対勝たないといけねえじゃねえか、こんな BGM 流す。お前聞いちゃったらよ、俺。こんな BGM 流しちゃったらもう勝つしかねえじゃねえかよ、これ。ちょっと待って。もうあと5分ってさ、おかしくねえか、おい。バカかな。いやでもこいつは倒せそう、こいつは倒せるけど、あの時間が絶望的なほど足りません皆さんね。何これさ、ルーレットからなんかこうやってのんきに色拾うみたいなパズリングだとやっぱダメか。もうさ、強調の時もそうだけどさ、ダンジョン自体はさ普通に面白いんだからさ、もうそういうさ制限時間とかいうわけのわかんねえもんな。マジで廃止してくれや、もう。なあ。で、そう、こいつね、なんかいろんなドラゴンをね、取り込んでね、めちゃくちゃでっかくなる系のやつらしいですわ。ね。とんでもないやつでしょ。13コンボ吸収。トゲ目覚め。は？おい、みんな見ろ。
おい、残り50秒。これ今第2形態な。おい、こっからでも俺勝ちに行くからね。おい、見とけよお前ら。おい、もうマジでこの男女切れたわ俺まで、ほんまに許せんわこいつ。あ、皆さんおはようございます。あの、今土曜日ですわ。うん、さあ残りね30秒というわけでございますけども、俺はこっからでもね、あのワンチャン狙いに行くんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。俺こっからでも勝ちに行くからね。お、任せろ。俺どうやってこっから勝つかみんなに教えてやるよ。やばい、負ける。あ、やだやだです。はい、あ、やばい。ザ・ワールド。おい、来たぞみんな。ただね、やべえ、あと4分ってマジで言ってんのね。オッケー、それは大丈夫。いや、若干目覚めきしょいわ。ただみんな、もうこっからはね、あの、もう好きなだけ列やっていいんだよ。列向こうか。そう、こっからは列無効感ができるんだ俺は。もう列無効感組んだ時のこのパーティーの火力は、こいつ硬すぎん。なんじゃこいつ。え、うっそ、何この化け物みたいな硬さ。ちょっと待って、こいつの硬さがいかれてる。は、いや何こいつ、ちょっと待って。え、やだ、ちょっと待って、こいつが化け物みたいな硬い。ちょっとやばいやばい。あ、原車やってくるんだ。いや、マジか、やべえやべえ。た、もう俺高く食ってたわこれ。もうこのまま普通にやってれば俺絶対勝てると思ってたのに。でも諦め、いや諦めない、諦め、もう絶対諦め、絶対諦め。うわ、これ半分いってほしいなここで。いや、いかないかこれ。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、死ぬ、やめてやめてやめて。お前さ、喋りすぎ。お前長いんじゃその演出がなあ。もうちょい黙らんかお前は。全力見せたい気持ちはわかるけど、あ、もうやばいわ。ごめん、俺が落ち着くべきだ。そうだな、ごめんなさい、もう俺が間違ってた。おい、プレイヤーである俺が落ち着かないでどうすんだなあ。もう、いつきしょい。ちょっと待って、もうこれは行くしかない。いや、もうちょっとこいつダメだわ。ああ、話のわからんやつだ。お前とは分かり合えない。絶対無理やんこれ。いや、俺今回かなり順調に来たのに。嘘でしょ。無理だ。みんな、もう絶対勝つ。もう絶対勝つからな、見とけよ。
マジで勝つからな。絶対負け、絶対こんなクソみたいなやつには負けねえから。絶対負け、もう絶対負けねえからな。見とけよマジで。あ、何それ。あ、クソ面白いじゃん。あ、面白い面白い。いや面白い面白い面白いじゃん。いいよ、もうそういう敵待ってたからさ。ふん、なかなか短気だねあんたも。でももう遅いよ、あんたは俺がやるから。さあ、あとちょっと。いける。よし。みんな終わらせるぞ。よし。これ勝ったか？これ倒した？これ倒した？これ大丈夫？ああやった！お前ふざけんなこのダンジョン、マジでこの野郎。まあいいや。まあでもノーチラスが最強ってことがもうこれで示せたから、もういいわ。もうスクショ撮っとこう。いやー俺さ、まださ、起きてから1時間も経ってないんですけどね、ちょっと気持ちの整理が、まだ頭がね、覚醒状態を持ってってないんだけど、クリアしました皆さん。まさかこんなにすぐにその瞬間が訪れてしまうとは。というわけで初クリアしました。なんかもうだからさ、実感が湧いてねえんだわ今。ああ勝ったっていう実感湧いとらんわ。これがなんか新しいモンスターだってね。これ何部だっけ ?1 億だっけ。まあなんかそれぐらいもらえるらしいですわ。で、まあなんかね、この辺の奴らを、99体 ×5 を集めると、ね、あの新編成権もらえるらしいですよ。まあぜひ皆さんね、頑張りましょう、集会ね。そう、ガチャさんじゃなくてな、ダンジョンさんのな、アグリゲートゲットしようぜ。さあ、というわけでね、まあ最終的にはね、このような編成でクリアしましたわ。うん、こんな感じ。相方はこんな感じですわ。まあ、はっきり言うけど、ね、もう全くおすすめもできないし、この編成ね。もうやろうと思ってる方はね、相当な覚悟が必要です。まあ、最低でも魔法石5、6個は解けることはね、覚悟しといた方がいいのかなとね、いうふうに思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。もうだからさ、もう俺ね、はっきり言うけど、もう正午チャレンジはもう二度と行きません。うん。まあ、テクダンの方がね、多分、後々来ると思うんでね、まあ、そっちはね、また気が向いたらね、まあ、やろうかななんて考えてますけど、もう、正午チャレンジはもう二度とやらないし、もうなんか攻略解説的な動画も、上げるつもりはね、一切ありませんので、そこはご了承ください。もうね、マジでさ、まあ、ダンジョン移動前にね、このダンジョンについて言いたいこと山ほどあるって言ったと思うんですけど、もう終わった後の方がね、山ほどありますわ。もう言いたいこと。まあ、ただちょっとそれをね、簡潔に述べてね、まあ、終わろうかなと思いますわ。ね、まず、まあ、今回のね、ダンジョンそのものについてなんだけど、まあ、かなりむずいね、本当に。かなりむずいし、正直さ、ちょっと理不尽要素がね、多い気がするわ。まあなんかなんとなく昔のね、一昔前の高難易度って感じがしたよね。ちょっとそういう、なんか片鱗が出てたよね。もうなんか殺意が高いわ。好きあらば殺しにかかってくるっていうね。だから結構ダンジョンとしてもしんどかったわ、マジで。まあただね、そこはさ、まあ100歩譲ってもね、よしとしようかな。まあ別にそういうのはさ、昔のパズドラからね、そういうのあるからさ。もうたださ、もうはっきり言うけどね、今回ばかりは、マジで制限2時間25分はね、ほんまにいけないと思う、あれは。マジで。
今回の25分はもう訳が違うよ。一線超えちゃってる。やりすぎ。まあ、はっきり言うけど。もうだってさ、そんなんさ、ね、パーティー編成も限られるしさ、戦略性も限られてきちゃうじゃん。もうなんかそれってどうなのかなって思うよね。やっぱさ、敵の引きによってさ、タイムとかも変わってくるからね。もうだから敵避けていくしかないんだよね。制限時間内クリアしようと思ったら。もうなんかな、やっぱつまらんよね、そういうの。マジで。もうだからさ、結局なんかいわゆるその適正パーティーみたいなね、ちゃんと組んだ上で、で、さらにこういう立ち張りをね、もう作業だよ。機械的にさ、ああ、こいつ来たら、ああ、こういうスキル使って、ああ、こう来たらもうこういうコンボしてみたいな。もうなんかね、ただの作業芸になってる。単調な。なんかそれがやだなっていう。もう制限時間いっぱいあればさ、なんか悪い敵の引きしてもさ、あ、ここはこういう風にやっていけばいいんじゃないかなみたいなね。なんかそういうのいろいろ考えたりするじゃん。やっぱそういうのもさ、パズドラの醍醐味の一つだと思うんだよ、俺は。だけど今回もうそれがね、全くできない。マジで。まあ、ダンジョンとしても俺あんま今回好きじゃないけどね、協調ぐらいはね、まだバランスが取れてていいダンジョンだなと思ったけど、ちょっと今回ダンジョンとしてもさ、きついし、もうあのボリュームで25分はね、ほんまやりすぎだと思います。はい。まあ、というわけでね、まあ、まだね、2週間ありますんでね、皆さん。まあ、ゆっくりやりましょう、本当に。じっくりとね。もう焦らない方がいいですよ、マジで。うん、まあ、だからね、まあ、制限時間25分でね、かなりしんどいね、クリアしてない方はもう頑張ってください、本当に。もうそれしか、今の僕には言えません。というわけでね、まあ、なんとか奥帳ゲットいたしましたよ。いや、よかった、よかった。これね、あれ？あ、メールか。さあ、というわけでこれですよ。めっちゃかっこいいよね、今回の称号。まあ、というわけでね、ぜひ皆さんゲット目指して頑張ってみてください。以上です。さよなら。